こんにちは。こんにちは。小原大水佐です。小原田ひなみです。気候がね、帰ってきたね、昨日ね。そうですね。うん、ちゃんと帰ってくるもんだね。うん、ね、結婚式が、ね、そう友達、明日なんですよ。親戚だな、はい、うん。明日結婚式があって。うん、ね。そして、それでマック帰ってたんだけど。そう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 。ちゃんと学校の勉強をしてから来ましたね。ああ。うん。その辺は偉いよね、うんうん、そうだな、まあ、大学っていうこの頃ね、うん、あれって大学では昔は大学はさ勉強するとこじゃなかったじゃん、うんうんうん、っていうかね、遊ぶところっていうかね、うんうん、社会勉強っていうか、うん、そんな位置づけだったんだけど、この頃はね勉強しなきゃいけないんだ、うん、っていうのは就職で就職するときにね、うん、まあ、 あの今はほらパソコンでインターネットで応募するからさ、うんうん、もう企業はね、大変なんだよ、人事担当者は、うん、採用担当者は、うん、もう山ほど来るからさ、うん、チェックできないし一つずつ、うん、そうするとまずねやっぱり学校で選ぶでしょ、うん、ね、学校で選びなおかつこう成績で選ぶ、うん、ね、うん、だそんなことがあるからね、それなりに成績良くないとね就職できないんだって。そこでふるいにかけるってことでしょ。そうそうそう、ある一定量までもう膨大な数のエントリーがあるから、うん、ある一定量まで絞ってそこからっていう形ってことでしょ。そう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 、うん、そんな状態だからね、うん、今の学生はね勉強しなきゃいけないと。あ、大変だよな。でも親、今親の立場になったわけじゃん、うん、親の立場からするとやっぱこんだけお金かかってたらやっぱ勉強してくれないと困るなと思うね。あ、うん、でも勉強したからだってさ、それがどうなるのっていうのもあるよ、うん、いや分かるよ、分かるけども、うん、例えばじゃあこれだけかかっているのにもかかわらず引きこもりのようにずっと部屋にいるとかさ、うん、それちょっと悲しいよね。まあそれはそうだけど、うん、だけどまあ一人で生活するっていうのはさ、うん、これ一つの勉強だからね、社会勉強だよ。だけどさ、なんか違う、うん、だってもう一人で暮らすなら別に就職で一人で暮らすこともできるわけでしょ。それはできるよ、うん、例えば、よくあるじゃん、あの鍛え直すためにさ、新聞配達住み込みでやるとかさ、そういうのよく聞くじゃん、うん、だからそうじゃない、大学っていうのは4年間っていうのはね、うん、ある意味ではもうなんていうの、所属、何を所属してない、うんうんうん、ね、本当に自由な時間なわけよ、うん、分かるよ。なあ、だからそういう4年間そういう4年を得たことが大きいわけで、うん、働いてどうのこうのとかさ、うん、新聞配達する、そんな話ではないわけ。だから一人で暮らすことかって言ったから、その親から、親元から出るということで、うん、そう、親元から出てああいう自由な時間、うん、ね、親からも仕送りもらいながら働かなくてもよかったりとかさ、うん、ね、うん、そういう風な、ね、時間も、ね、大事なんだよ。いや分かるよ、でも今世の中は一般的に言うと余裕がないわけでしょ。いやいや、だから一般はいいの、どうでもな、うん、一般の話は別にどうでもいいんじゃん、そんなこと。いや、だから世の中はそういうことだよ。そんなことないよ、人によるんだって。親の方に余裕がないわけだから、じゃあやっぱりちゃんと考えてよってなってしまうじゃん。それは一般っていうのはね、あなたの一般はテレビ見てる一般だからな、新聞見てる一般だからさ、うん、な、それは分かるよ。だからもうちょできればこっちにも余裕があって、うん、いいよいいよ4年間好きなことしなさいよって言ってあげたいけども、うん、それあげたいのをこう飲み込まなくちゃいけない現実もあるわけでしょ。それが大事でしょ、またそういうこともまた体験として大事でしょ。だからな、好きなことやらせたじゃん。だからそれ大事でしょ。なんでこんなに東京にいっぱい大学があるのにと思いつつも、やっぱり好きなことだから、うん、やっぱ頑張って行かせてるじゃん。そう、だからそれいいことでしょ。なんでそうやって言われなくちゃいけないの。だからそれはいい経験をしてるっていうことさ。うん、我々もいい経験をしてる。いや、もちろん。決してやってあげてるばっかりじゃないっていうことよ。それはわかるけどね。そうでしょ。うん、な。でもいろんなさ、こう夢の実現の方法ってあるわけよ。うん。うん、ほら、この前なんか夜間中学のさ、うん、話とか、うん、涙ながらにこう、ね、取材してきたってあったけどもさ、うん、ああいう人生もあるし、うん、いろんな人生あるよね、うんうん、そうだよ、すごいなと思う、人間って。そうそう、だからそういうさ、まあ、自分自身が全ての体験はできないわけよ、うん、ね、でもさ、人の体験を聞いたり、その人に会うことによって、うん、まあ、間接的にね、うん、まあ、それはその 100% は無理だ、ほんの 1% かもしれない、 0.1% かもしれない、うん、だけどさ、それをね、ふっとこう感じ取れるっていうのはね、大事でね、うん、うん、本当俺なんかさ、ずっと取材してて、本当この間あのね、長谷川さんっていう方がね、車椅子の、安藤さん、車椅子のカウンセラー、うん、いや、彼が亡くなったっていうね、うん、そんなあの連絡もあったんだけどさ、うん、いや、彼なんかもっと凄まじい人生を歩んでて、うん、ね、で話を聞いて1回講演会にもお供して、だから2日の付き合いなんだよね、うんうん、2回、本当に2回こっきりの付き合いでしかないんだけどさ、うん、だけどね、いろんなことを教えてもらったよね、うんうん、だからそういうふうな、なんていうの、人との出会いの中でさ、うん、やっぱりこう
ちょっとずつちょっとずついろんなことを間接体験しながら、うん、自分にそれを置き換えて、うん、学んでいくっていうかさ、うんね、そういうのがねあるし、やっぱり大学時代ってそういうことしやすいと思うよ、うん、就職してしまうとね、うん、やっぱりねその会社という一つの枠の中でしか動けなくなってしまう、うんうん、それもあるね、うんうんうん、だからどうしても、視野がね、うん、狭くなってしまうんだよ、うん、だから会社勤めした人がさ、なんかよくうちの会社とかいうね、うん、言い方するけどさ、なんかさ、うんうん、ねうちの会社って自分の会社じゃないわかるわかるのにね、うん、そんなふうなこう錯覚を持ってしまうわけよな、うんうん、だから、また大学っていうのはね逆かそういう、そういう時代じゃないんだよ、うんうん、だからそこを大いに生かす必要があると思うんだよね、うんうん、だからただ勉強してるだけの大学生活っていうのはひょっとしたらつまんないことかなとか思ったりするわけ、うんうん、でも紀子の場合もその大学の授業が楽しいんだからいいんじゃん。それはいいと思う。だからやっぱり中学校でスポット抜けてるわけだよね、基礎的な学力っていうかね。まあ本当英語も分かんないって泣きながら電話かけてきたけども、うん、それを今一生懸命埋めようとして埋めるのがまた楽しいわけだから、 それはそれでいいんじゃん。いやいいと思うよ。それは紀子の場合はそれでいいと思うよ、うんうん、大体まあいろいろとねまたなんていうの奈良にねうん素敵な人たちがいるから、そういう人たちとね、うん、関わりがあったりとかさ、うん、あるあるできるしね、うん、また一つの関わりも広がると思うし、そうだね、まあ、一つのこうなんていうの覚悟を持ってるからさ、うん、あいつの場合はね、うんうん、いるかっていう覚悟があるから、そこからどんどんどんいろんな派生していくものがあるからね、うんうん、で勉強だってあいつもそのなんていうの何でもかんでも勉強するわけじゃないんだから、そう、ね、単位取るためにやってるわけじゃないんだから、うん、なんか興味あることに対してやるというね、うん、そういう姿勢だからね、これいいと思うよ、うん、いいと思うよ、うん、なんかそういった意味でその勉強してほしいっていうのは、その例えば学校でさ上位何位に入るとかさ、そういった意味ではなくって、うん、せっかくの機会だからさ、うん、だってその大学にはすごい立派な図書館があったりとかさ、うん、いろんなものがあるわけじゃない、うん、引き出しがいっぱいあるわけだから、うん、やっぱそういうのをフルに使って、うん、やりたいことを今勉強したらいいんじゃない。いいと思うよ、うんうん、それをしないで、ね、うだうだはやっぱり私はもったいないと思うね、うん、もったいない、うん、せっかくそういうチャンスがあるんだからな、うん、うんまあ、だそういうことでね、まあ、でもまだ2ヶ月か2ヶ月かな、4月もう2ヶ月半か、そうそうそうな、うん、あまあ、あのそれなりに楽しくやってるからいいんじゃないの、うん、あとまあその三女の紀穂さんね、うんうん、今学校に行けないで適応教室という、うんうん、ところに行ってるんだけど、うん、ね、なんかだんだん楽しくなってきたって。そうね、うん、やっぱり、ね、いい最初はさ、うん、もうこの春から行ったのか、うん、もうあの誰もいないんだからね、新学期は微妙な時だよね、皆さんね。だから最初からもうさ適応じゃなくて、まず、ゴールデンウィークまでは行こうかってことになるわけだから、頑張ってみんな学校に行ってみようってね。そうそうそう、うんうん、だからゴールデンウィーク明けたら、まあ、少しずつ人も増えてきて、うんねうん、でまあお話したり、うん、ね、うん、なんか LINE でなんか交換もしてるよ、うんうん、この前遠足もあったしね。そうそう、まあそんなふうなことでさ、うんまあ、楽しくやってればいいと思うよ。そうだね、うんうんうん、まあそのことでね、まあ、気候もね、2ヶ月半、うん、まあやっぱり自分なりにいろいろ考えてると思うよ、うんうん、いや私やっぱりね自分が18とか19の時って、うん、結構大人だったように気してんだよね、うん、実はとんでもない子供だったと思うけど、うん、あの頃にしてみたら自分は大人びた考え方をしてる方だったと私は思ってたんだけど、うん、どうなんだろうね今こうして50いくつだった時にさ、うん、今その過去の自分になったら面白いね。そりゃそうだよ、なんか説教してんじゃないの、うんしてっかね、うんうん、そうだよ、うん、だから物足りないとこばっかりさ、うん、そうかな、うん、だってそういう積み重ねの中でさ、うん、社会性がついていくわけだからさ、うん、だからといってそれがいいわけじゃないんだよ、うん、だから社会になんていうの、まみれていくだけの話であって、うん、本当はああいうピュアな、うん子供の頃の本当にもっときちんとものを考えたかもしれないんだ。もしかしたらね言えないだけで1歳2歳とかそれこそ生まれた赤ちゃんとかね、そうそうそう、うん、の方がなんかすごい悟ってるかもしれないよね。そうなんだ、本当にこういう社会の中でなんこういう社会でやっていくだけのことであって、うんうん、本当にあの大事なことは置いてきたかもしれない、うん、もしかしたらね、うん、それを取り戻す旅なのかもしれないですね。そうそうかもしれないよ、うんうん、だから子供を、ね、に対してね、うん、なんていうの偉そうなこと言ってもダメなんだよ親は、うんうんうん、親はなんて逆になくしてるものを子供は持ってるわけだからさ、うん、ある意味ではねガミガミ言うのはね羨ましいと思うからかもしれない、うん、そういう考えもあるねな、うんうん、あるかもしれない、うんうん、そうだよ、なんで、うん、なんであんただけそんな自由に生きれるのみたいなね、うんうん、こっちはこんな、
縛られて苦労して、いや思うよ、だから特にキコと私の場合同じ獅子座の太陽同士だからね、うん、そういうのあるかもしれないね、うん、反目し合うというかね、うん、あるかもしれない。そうでもね、そうやって積み重ねだって、うん、ね、で変わっていくんだから、うん、ね、それも変わるのもやっぱりね、なんていうの、まあ、さっき言ったけど、その縛られて不自由になってなるように変わっていく必要ないと思うんだよね、うんうん、本来自由であるべきだからさ、うん、いかに自由を保ちながら大人になっていくかっていうことがね、うん、まあ、大事だと思うね。そうですか、ああ、はい、そういうふうなね、一つのね、なんていうんだろう、きっかけをね、うん、まあ、大学でつかみながら、うん、ね、まあ、またね、あいつもまたイルカと行ったりするんだろうし、そうだね、ああ、うん、だからやっぱり親からなんていうの、ちょっと離れて生きるということはね、うん、親にどんな形であれ大事ですよと思いますね、うん、はい、まあそういうことでね、はい、まあ、今日から 2,3 日か仕事ね、うん、一緒で賑やかな方だけになります、うん、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。